一から宇宙開発部いいね。宇宙っぽい子かわいい。あ、でもいるな宇宙っぽい子。あ、そっか、リツキン。あ、そっか、リツキンさん、そうや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 。なんかもうかわいいお姉さん、綺麗なお姉さんっていう印象が強すぎて、綺麗なお姉様という優しくて、超もう僕夢があってさ、夢があってさ、これ僕な、これ僕で、こっちがドーラ様、こっちドーラ様、こっちリツキンさんで、お披露目する。え、何分からん。これドーラ様で、真ん中僕で、今日川文字で寝たいんだ。お昼寝する、昼なんです見ながらお昼寝する。で、毛布は一緒のな、毛布は一緒のがいい。ちーちゃん先輩は総長やから、それ僕がね一緒に寝るなんて恐れ多いですけど、一人あの高々しいベッドで寝ててほしいけど、これで一緒の布団で寝て、こうね、よしよしされたい、よしよしされたいぞ。いいやん、あったかいやん、ドーラ様、暖房つけんでいい。夢おさんは今いい、今あの心のパパは今いい、今ここ幸せ空間なんで、うん、夢おさんは大丈夫。今は夢おさんは好きやけど、夢おさんは大丈夫。で、なんぼ払ったらやってくれるやろ、これね、なんぼ払ったらやってくれるやろ。じゃあ、ちょっと待って、ね、じゃあ、ここら辺で、ここで夢をさんと前住さんでテレビ見ててほしい。ヒルナンデス見てて、で、そのヒルナンデスを聞きながら僕らは昼寝する。金で解決する。2億。うん、ここで僕らはヒルナンデスの音を聞きながら寝てるから、ヒルナンデスも見てて、ここで。じゃあこと遠い。でも1なんか部屋1分くらい遠いけど、いいね、いいね、めっちゃいいわこれ。夢がでかいわ、夢がでかいけどね、心の中の話ですか。あの、ご本人たちは一切関係ないんでね。僕の心の何いた詳しく聞かせてもらう。すいません、あの、すいません、いや、なんでもない。いや、あの、僕のあの、心の話なんで、はい。寝てください。心の話なので、あの、ね、あの、思う分にはいいじゃないですか。ね、ワイズミさんが、と、前住さんがママで、前住さんがママで、夢おさんがパパでっていう話ね。心の中の話ですからね。怖い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 。でも、誰も見てないと思ってるから。調子乗ったこと言えるけど、見てるって思われるとちょっと怖い。前言えばバイキング派？
ほんまに知らへん、そんなヒルナンデスでええやん、別に。これでお水買って落としてきな、やだー。はい、エクステ入れました。